神田祭とは、東京都千代田区の神田明神で行われる祭礼のこと。神田明神祭とも呼ばれ、山王祭、三社祭と並んで、江戸三大祭りの一つとされている。京都の祇園祭、大阪の天神祭とともに、日本の三大祭りの一つにも数えられる。なお、祭礼の時期は現在は5月の中旬だが、以前は旧暦の9月15日に行っていた。各年で5月中旬に行われる神田明神の祭礼。江戸時代を通じて全国的に有名な祭りの一つとして、日本の三大祭り、江戸三大祭の中に数えられる。行事は主に祭神をみこしに移す。法蓮神予選座祭、各町内会の連合と御となる、氏子町会神予神連入れ、伝統の神事能である、名神能、幽玄の花、そしてすべての神職が奉仕する、例大祭などがある。新版浮江神田明神祭礼の図、勝川春映画。神田祭りの起源については、記録文書等がほとんど残っておらず、詳細は不明であるが、大祭になったのは、江戸時代以降のことである。江戸時代の神田大明神御由緒書によると、江戸幕府開府以前の慶長5年に、徳川家康が会津征伐において、上杉景勝との合戦に臨んだ時や、関ヶ原の合戦においても、神田大明神に戦勝の祈祷を命じた。神社では、家康の命によって、毎日祈祷を行っていたところ、9月15日の祭礼の日に、家康が合戦に勝利し天下統一を果たした。これにより、家康の特に崇敬するところとなり、社殿、神輿、祭旗を寄進し、神田祭りは徳川家縁起の祭りとして以後盛大に執り行われることになったという。江戸三大祭りについて、神代深川、出し神田、だだっ広いが山王様と謳われたように、神田祭りももともとは出汁の出る祭りだったが、明治以降路面電車の開業や電信柱の敷設で、出汁の通行に支障をきたすようになり、次第に栄光しなくなった。さらに、関東大震災や戦災によって、出汁がすべて消失した。現在は出汁に代わって、町みこしが主流となっている。電気街を練り歩く各町の町みこし大祭は、各年に行われる。様々な行事があるが、以下の行事が主なもの。5月15日に近い土曜日に行われる神社の行事。朝8時に神社を出発。一宮、大名鞭の命、二宮、照明彦命、三宮、平将門の法蓮や宮神輿が平安装束をまとった人々に付き添われ粛々と行進し、巫女と乙女役の若い女性4名ずつが花を添える。13時頃に、両国旧お狩り屋で休憩し神事を行う。16時頃に、三越本店に到着。ここからみこし、出汁、武者行列などのつけ祭りが追加される。遠例で古風な行列とパソコン、デジタルカメラ、薄型テレビ等が並ぶ。街並みの対比は見事である。19時頃に神社に戻ります。お囃子宮みこし宮入り神幸祭の翌日に行われる各町内の行事。町内ごとに町みこしによるみこし連合を設立し、各地区を巡行するほか、ある程度時間を決めて神社に練り込む。みこしの担ぎ手の中にはふんどしを粋に締めている人も多い。地区によっては妖艶な手こまいを出す。神幸祭とみこし、宮入りの当日に神社の隣の宮本公園の特設ステージで開催される行事。各日9時から19時頃まで、関東をはじめとした各地の和太鼓集団が数多く出演する。この中で、稚児舞も行う。番組表は当日、現地で配布される。毎年5月15日固定で行われる厳粛な行事。神社の巫女が正装の浦安の舞も行う。ただし、5月15日が日曜日の際はみこし、宮入りを優先し、例大祭の日程はずらす。江戸開府400年にあたる2005年に、かつての例祭を復元しようとして、寛政3年の祭礼に出された練り物の一つ、ナマズと要石の作り物が、インフレータブルバルーンで再現された以下は、江戸時代の神幸祭の行列に付き添った出汁の一覧で、内容は文久元年の時のもの。当時もこれら出汁の他に、夫妻と称して様々な出し物があった。町名の後の括弧内はその町域に相当する現在地名。なお以下に見られる町の中には、大伝馬町や南天馬町のように、山王権現の氏子として、山王祭にも出汁を出していた町があるが、当時の江戸では一つの町がいくつかの神社の氏子町になっていることがあった。江戸祭礼氏子町一覧を参照。上に挙げた順番では10番と11番の間に、神輿の行列が入っている。当時の祭礼の行列は、山王祭でも見られるように、まず、大榊が先頭、次に、氏子町からの出し練り物、そして神輿という編成が普通であったが、これは、天明3年、神田明神の神主の要請でこのようになったもので、ある。当時各町の出し練り物は夕刻になると、道の途中で解散し、神輿はそのまま、氏子町を渡御したが、神輿の行列が最後にあると前方にある各町の出しが道を開けるのに時間がかかり、その結果神輿の汽車が深夜になってしまうという理由からであった。ありがとうございます。